きます。犬うるさいかな、スタバの時犬うるさすぎなかった。皆さん今回犬うるさかったらごめんなさいね。買えないんかい場所。せーの、下町上町中町です。始まりましたということで、今日は何ですか。今日はピクニック。はい、ということで、まあ、今日代々木公園でマックでも食べながらおしゃべりしようかなと思ってます。外か中か。中か外か。はい、もう半袖。半袖。でも確かに半袖ぐらいあったかい今日。マジで今日あったかいね。ちょっとやばいよ、春近づいてきてる。てりてりちゃん。うわ、今日も歩いてる。いただきます。ナゲットこれ、はい、ここで秘宝。俺さっき飲んごむんだ。え、マジで。マジ最悪。ミスだ。土じゃね。え、違う、だって俺さっきそこで足めっちゃ気にしてたんだけど、黄色かったの。焼き芋踏んだのかなと思ったの。そんなはずはない。マジで最悪。うんこじゃないで。うんこじゃないかも。ごめん、なんかちょっと正直者です。ごめんなさい。さっきめっちゃグニャって言って地面肩だ。いや、ここのドッグランで遊ばせてますよ、テディベアも。え、代々木、うん、あ、来てんだ。来てるよ。どういう人がいるの、ここのドッグランの飼い主って。おばさま方たち、それとも若い子がいる。若い子が多いかも。若い子が多いんだ。今日は結構マダムの日じゃない。マダムの日だね。うん、まだマダムの世代には僕たちあんまり知られてないので。でも昨日のネプリーグで仲間チゴで出てたね。ちょっと待って、やばい砂が見えてる。え、こっち来てね。え、来てる。ちょっと待って。そう、昨日ネプリーグでね出てたので、まあ、ついに YouTuber も問題になるぐらい来たかって感じだよね。はい、ビッグマックとか全然食ったことないでしょ。人生で一度も食ったことない。俺もほぼ食ったことない。あ、やばい、ちょっと待って、砂きてり。やばい、やばい。あ、待って、これ砂きてりじゃない、これ。サングラスしていい。いいよ。え、黒のだよ。ほんと前も見えないぐらいだと思う。前は見よう。あぶねー。花粉どう最近。あれは大丈夫かな。なんか俺一回やばかったの、一時期、うん、2週間前ぐらいの、1週間ぐらいやばかったんだけど、最近落ち着いた。種類変わってきたんじゃない、春になって。なるほどね。え、こうやって友達とこうやってこういうことをするの、ランチと。あ、たまにするよ。でも最近はまだしてないけど、今年はまだしてない。え、何を食べるの、こういうところで。公園で食べようと思ったら。え、それこそマックとか、うん、スタバとか。あ、普通にね、うん、作っていかないんだ、お弁当。さすがにそれはしないな。あ、でも子供たちがいたらするよ。あー、なるほどね、地元のね。そう、めちゃめちゃいいな今日。なんでこんなあったかいんだろうね。なんか普通に幸せで動画撮ってるだけなんで。本当に本当に、なんかまず外の公園っていうのが幸せだし。え、なんかすごい犬いない、あの白の犬。何犬かマジわかんない。あれじゃないの、ボーダーコリー。違うと思う。ボーダーコリーでの色が結構特殊版。あんな顔に縦髪みたいな毛入んの。めっちゃ頭いい、あの子。ボーダーコリー飼うの夢。いや、でも確かに飼ってる人おしゃれ。絶対古着女子やん。髪の毛紫の古着女子。絶対あれ古着女子。ね。うん、てか公園の何がいいかって、やっぱ家の中ってさ、視界で話せないやん。見たものだけで動画終わる。それが本当にラブ、グッジョブ。てかさ、ちょっと俺気になったことがあって、吉道ってあれ、もともとなんの。もともと、マツコ会議でバズった。あ、そうなんだ。どっかの専属モデルとか何なんだろうと思って、うん、吉道ってさ、ちょっと特殊な仕事ばっかしてる。海外行ったりさ。 あれ何の兄弟なんだろうってずっと思ってて。で、最近は、まあ、あの兄弟、中町兄弟より仲いいよ。そうよね、うん、で、プライベートでもめっちゃ仲いいもん、うん、で、ずっと TGC の裏でもずっと吉道は2人でいてね、うん、ほんと仲いいなと思って、うん、で、写真撮影でさ、腕組んだりさ、手繋いだりしてね、顔とか触ったり。そう、すごくない？すごい、マジであれはすごい。しかも美男美女すぎ。やばい、あれ美男美女すぎるよね。台湾とハーフ。あ、そうなんだ、うん、どっか血入ってたけど。なるほどね、美しいもん。だからほんとに中町兄弟の100倍美化バージョンなのね、うん、中国語とかもペラペラなの。マジで。そう、ほんと普通に喋れる。うん、俺らはもうほんとニーハオシェイシェイブヨンシェイぐらい。3パターンで生きてたから。吉道兄弟もさ、最近アヤの影響でさ、 GGC の裏でさ、俺にも挨拶してくれるの、うん、それめっちゃ嬉しい。憧れだったじゃん。チャンネル始めた時に。吉道はね、よしくんはあやとためで。まあ、そうなんだ。え、みちちゃん、みちちゃんは1個上とかなの。あ、そうなんだ。俺みちちゃんとあやはためかと思ってたわ。1個か2個上。なるほどね。なんか最近兄弟とか出てきてる。最近なんか子供系、うん、人気じゃない。子供系がめっちゃ人気。子供系のチャンネルがすごい人気な気がする。ほっこり系ね。うんうん。それで言うと僕たちもそっちのジャンルです。あの、ほっこり系の子供チャンネル。でかくなりすぎなんだよ。だからその子供チャンネルが大人になったチャンネルがここって感じ。子供チャンネル見ちゃうんだよね、あや。子供チャンネル見ちゃうんだ、うん、え、どういう感情なのそれは。なんか自分の子供じゃないわけね、一応。うんうん、かわいいじゃん、うん、それどういう目線で見るの。かわいいなぁ、みたいな。犬と同じ感じ。どちらかというと。いや、犬とは違う。犬とは違うんだよ。なんていうの、なんか俺
人の子供めっちゃ可愛いなと思うけど、動画見ようとはマジで思わない。本当に思わない。面白いじゃん子供って。うん、それが可愛いみたいな。だからまあ世界仰天ニュース見てる子供。違う。あ違う全然違う。あやさんもう周り見すぎてさ、今日カメラ一回も見てないよ。画面も見えないし。カメラマスカラマンカルカルメカラメカラメルね。カメラ目線。カメラ目線で。でも本当にいい椅子も見つけたよね。そうそう本当にそうなの。本当に誰もいないし全部見えんの。代々木公園。代々木公園の一番端のベンチ。一番奥行きある。うまいわ。だからやっぱこれからちょっと外で撮影多くしようか。明らかくなったね。うん、なんか楽しいね家より。お前テンション上がってんな。はい。はい。なんか家よりなんか気分がいいわ。なんか爽快すごく。テディベアも連れてこれるし。そうね。だから代々木公園ウィークとかになるのかな。3月は代々木公園ウィークとかになるかもしれません。それは大楽しみ。ウィークしなくていいじゃん。1日で十分だ。あとはプライベートで来いよ。仲間ち兄弟。最近ハマってる歌手とかいないの？ああ、でもそれで言うと俺がハマってるっていうか世間が。あ、やばい。セリーヌのモデルやん。子供ケビンの時の子供やん。あ、ケビンってあれね、小学校の友達のオルソンケビン。知らない。誰も知らねえよ。何世間が何。あ、じゃあ最近あの、あ、やばいやばいやばい、最近レックスの妹。あー流行ってるね。あれが流行ってる。うん、ふん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 のやつ、あれは流行ってますね。あれとか俺聞いちゃうかも。あとはやっぱ流行りで言ったらあれじゃね、ムカデとインマンの最後にいてよね、俺が好きだってさ、ね、君のままでみたいな。君のままや。あれも流行ってるねって感じ。個人的なマイブームはそれこそフルーツジッパーっていうアイドル。俺アイドル押そうかなと思って。え、マジで？で正直言うとさ、もう俺らってさ有名やん、だから繋がれちゃうやん、ぶっちゃけ本気出せば、誰かの友達の友達とか取れば。だからそういうの一切なし、もう繋がるの禁止。つながるの禁止でアイドルを押してみようかな。チェキとかも撮ってみたいし、ライブも行ってみたいし。何それ、ジュピアの影響ってこと？ジンタンの影響。あ、まあジンタンの影響。なんかジンタンの人生がすごく楽しそうで、ほんで一人で何でもできるってすごいいいなと思って、はいはい、でやっぱりジンタンって話せば全部おもろいトークあるやん、っていうのは多分ジンタンが一人でクラブ行ったりとか、一人でコンカフェ行ったりとか、もういろんなことがあんの、それがなんかすごい羨ましいなと思って、だから俺も趣味見つけたいなと思って、人生でやったことないのがアイドルの推し活、ライブ巡りとかしたことないからやってみようかな。あのダウン可愛い。もうこれ飼い主より犬の方がいい服着てます。あ、それも失礼か。犬がモンクレーだから。彼はね最近ね、平井堅にハマってて。平井堅、ヒートミンを投じて。そう、うん、好きなんよね平井堅。顔が違う。あの声。あ、声誰にも。あ、可愛い。あら。わ、可愛い。いろんな犬がいるね本当に。表参道の道路とかはさ、正直車マウントじゃん、いい高い車とか。でも代々木公園のこのドッグランってさ、ちょっと犬マウントあるよね。え、あんのかな。これうちの犬どうよ。ないだろ。かわいい、あのでっかいの。クシャクシャーってしたい。早っ。うわ、すげえ。え、やばい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 、やばくね。うん。何もわかんない。みんな何もわかんないよね。ごめんね、やめるわ。ちょっと外の話する。なんだ、いい話。平井堅、それで言うと俺はあれいいなと思う、なんかの BGM、 例えばポケモンのゲームの BGM とか、ハリーポッターの BGM とか、そういうのはいいなと思う。聞いてるってこと？聞いてるとか、家で流しっぱで TikTok 見てるとか、他の行動してる。それがすごい。え、あやって家で常に音楽流れてる家、それともテレビ？テレビ。まあ、テレビ、俺んちは結構音楽の時間もあんの。その時はやっぱいろんな音楽を流してますね。でも最近の悩みは、前カラオケ行ったの。カラオケってか飲み行って、そこでカラオケ歌おうよ流れ。歌える歌が少ない。あー、ラッパーばっかだから。うん、ヒップホップばっか聴きすぎて歌える歌が少なくて、しかも声俺高いの出ないから、全部出ないの流行りの歌は。だからもうやだよね、低いパートでチュー可愛くてごめんね歌ったから。チュー可愛くてごめんじゃん本当は、チュー可愛くてごめんってこの歌いやすいトーンで歌ったもん。なあ、平井堅の一番のおすすめの歌は魔法っていいかな。魔法、魔
法って素晴らしいよねみたいな。ホグワーツ？どういうこと？何？ハリーポッター？何？魔法って言っていいかなみたいな。魔法って言っていいかなって言ったの？魔法って言っていいかな。え、そんな歌あんの？うん、絶対聞けばわかるよ。それは好きなんだ。もうこれわかるっしょ。わかんない。マジで？知らない？わかんない。え、マジで？だから左手に入れます。入れて、うん、本当にね、心がね、穏やかに。俺最近車で一緒に乗るやんやと、何の音楽流してるか悩んでる。なんかアヤに合わせようと思うんだけど、最近アヤはもうニュージーンズとかさ、 K-POP はわかるよ。 J-POP 何聴いてるか分かんなかったから、まあごめんなさい、 K-POP を流し続けてほしい。平井健で。いいですよ、私イヤホンしてるんで。そうです、最近寂しいんですよ、この人。音楽つなげてってまず運転手さんに言って、つなげて、つないで何選ぼうかなって時のアヤはもうこぼすの。俺アヤ気使って選んだもん。だからええと思って悲しいです。意味わかんないヒップホップばっか流すんだもん。意味はわかんないよ、平井健も基本。わかるよ、意味しかないよ、平井健は。意味しかない。え、待って、めっちゃ桜咲いてるとこあるんだけど。めっちゃ奥さん、ほらピンク。ほんとだ、早っ。あそこでインスタの写真撮ろう。遠いか、ちょっと。どれぐらい遠いんだろう、あれ。何歩ぐらい。あれ何歩ぐらいで行けんの、あそこ。なんかないの、最近の話。最近の話は全部してるよ。最近の話は全部してるんだけど、最近何がありましたか、僕。俺で言うと、あやは最近ひめかちゃんと遊んだりとかさ、してんじゃん、うん、人のことあんま興味ないんだけど、うん、ひめかちゃんの生きてる世界線はめっちゃ興味津々で、うん、すごい質問しちゃった。なるほどね、それいいことだよ。あの、本当にね、すごいベスト界、別世界。えー、みたいな、そんな世界みたいな感じで、すごい楽しかった。しかも、あや、ひめかちゃんのさ、ひめかちゃんとかキャバクラとかの裏側のさ、YouTube とかめっちゃ好きやん。うん、好き。だから、キャバクラとか好きだもん。好き。業界的に。そうなの。キャバ嬢の人好きなの、あや。うん。なおさら興味津々。ひめかちゃんの話はもう、隅から隅まで聞きたいもん。そう。どうやって始めて、で今どんな感じで毎日過ごしてるのか、超気になる。でもね、やっぱ遊ぶと普通に22の友達って感じ。あ、マジで？ための友達。あ、それぐらいまで距離縮まった。うん。あ、よかったわ、それは。ひめかちゃんのね、気にしてたから、やっぱり。あ、ほんと？うん。あやと？あやとってか、みんなと。だから、ごち兄弟ってもやってるんですけど、そのみんなと仲良くなれるかな。だから、その席とかも、純平くんの近くがいい。それでや調整してたんだけど、まあ、今はもうみんなと仲いいから、うん、嬉しい。慣れてきて楽しいみたいな。うん。言ってくれてたし。え、寒い？寒くないでしょ？寒くなってきそう。待って、寒くなってきそうで摩擦早いわ。絶対早いわ。ちょっと桜の方歩きながら行く。別に大丈夫かも。あ、待って、別に大丈夫かもって結果どっち。行ってもいいんですよ。行こうよ、あそこ。いいけど、どうせインスタで写真撮りに行くんだから、だったら行こうよ。いいけど、別に今はまだ全然ありますよ、時間。あ、全然時間あるじゃん。喋ってなさすぎる。え、嘘、喋ってない。全然喋ってない。結構喋ってない。いや、マジで意味わかんない、みんなには見えない世界のこと話しすぎて。あ、まあでもみんなは想像するだけだもんね。はい、あと砂嵐ね。出会えたち連れてくればよかった。確かに。これさ、こうやって抱いてたらさ、犬持ってるみたいな思われる。いや、これすごくない？この靴かわいいでしょ、これ。これやばいよ、着ぐるみの足じゃん、だって。確かに、めっちゃあったかいんだけど、これ脱いだ瞬間めっちゃ寒い。早く返して。メイドインチャイナだって。ちょっと早く返して、寒い。これどこなの？ナディアで買った。わからん。ナディア。ウォーキングデッドのキャラの名前。ナディア。ナディアっていう店、うん、最近服はどこで買ったの一番？でもこの、これ着てるやつとか、ジェニちゃんがブラックピンクのライブのリハの時に着てたよって。着てそう。これ着てて、うん、かわいいと思って買った。え、それどうやって調べるの？ジェニライブとか。違うの、なんかね、そういうのを見すぎて、うん、韓国アイドルが着てる洋服のタグ付けをしてるアカウントがおすすめにめっちゃ出てくる。なるほどね。それってそっから買ってる。俺もこれ一応ワン。一応ワンのオレンジシャカシャカ。あやもこれ黒買おうとしてた。あ、わかる、黒と悩んで。でもやっぱ黒は、やっぱ動画ここで見てると俺黒の服ばっかなの。だから明るい方が動画っていいじゃん、うん、だから こっちにした。でもちょっと鏡で見ると消防士。確かに。それがちょっと、まああれだけど、まあまあ全然お気に入りだ。お気に入り。春も着れるし、シャカシャカ。最近で言うと、あれですね、友達に誕生日プレゼント、うん、買ったんですよ。で、友達が俺に誕生日プレゼントで靴をくれたの、うん、ジョーダンの、うん、で、それのお返しで、あのワンのセットアップの、うん、無難なあの灰色のセットアップ、うん、あのハートの、うん、あれを買ってあげたんだけど、すっごい喜んでた。
それ嬉しかったね。消防署の。ああ、結婚した人？結婚してない。あ、じゃない人か。じゃない方。あ、モテて困ってる人か。モテ て自分から行けなくて困ってる人。あ、そう全部話してます。僕のプライベートの話も。あ、それで言うと。どれで言ってる？毎回どれで言ってる？まあ、それで言うと。それで言うと、一昨日沖縄行ってた。それで言うとだね。マジでそれで言うとだわ。沖縄どうだった？めっちゃ寒くて、その日、うん、寒いっていうのはこれぐらいってこと？いや、全然もっと寒い。もっと寒いんだ、うん、暴風で、うん、でもうほぼ嵐みたいな感じだったんだけど、うん、まあ、海目当てじゃなくてサウナ目当てで行ったので、ね、うん、友達とサウナしたいねってなって、うん、宿にサウナがついてるところ、うん、はいはいはい、だからもう1日6セットとかサウナを延々としてた。すごくない？え、外で整えたの？そう、で、あの水風呂もプールがあるから、うん、プール思いっきり飛び込んで、なるほどね。そう、それで暴風だから風も超気持ちいい、うん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 、でも最高な一日を過ごしたっていう。あ、良かったです。良かったです、はい、とても良かったです。でももう今日から沖縄待ってくくなってるらしい。あ、そうなんだ。海開きっていつ？まだ早いと思うよ。まだ早いんだ、うん、だからどっか行こうよ。大丈夫かも。あ、じゃあ大丈夫かもじゃなくて行くよ。どっか行くよ、どこっていう感じ。行きたいとこ。だから例えば韓国とかは正直友達と行った方が絶対楽しい、うんうん、けど日本のいいところ、あ、例えばなんだろう、なんかあそこ行くか。パワースポット系すごい神社すごい石とかあるやん、うん、行ってみない？ちょっと、うん、あやって好きだっけ、スピリチュアル系。そういう自然系は好き。あ、そうだよね、なんか自然でちょっと感じてみたくない？そのパワーとかを。あ、感じたくないわ。首で挨拶してこうやって。で、それこそユニバとかじゃないの？あ、ユニバとかは行きたい。ユニバとかは誰と行っても楽しいもんね、うん、あの空気が楽しいから。で、ディズニーが収益化できなくなったって聞いて俺すごいショック。本当に行く機会がなくなっちゃった。撮影もダメじゃないかな。あ、そうなんだ。うん、確か。まあ、いろいろ問題になったもんね、TikTok とかいろいろ。いやー、ディズニーな、行きたかったな、撮影で。え、でもさ、逆にあや嬉しかったんだけど、そのさ、ディズニーで撮影しようってさ、撮影行くじゃん、うん、でも、撮影でしかディズニー行かないみたいになっちゃうじゃん、うんうんうん、ディズニー行くなら撮影しようよ、うん、だから本当プライベートでしかディズニーを楽しめないっていうのがすごい嬉しくて。あー、逆にね。そうか、あや好きだもんね。プライベートが好き。寒くなってきたかも。ちょっと見て、みんなにさ、この分かる、この素晴らしい、もうこれだけで幸せなの俺らって。木で風が揺れてシャーってなって、落ち葉がひらひらと風で舞ってる、それだけでいいの。キモはい、ということで奥の方に桜が見えるので、そこに向かってレッツラゴー。中町でやす。はい、ということで、ヨヨ散歩してます。てか見て、あやの後ろ姿、これめっちゃギャルじゃない？ニュージーンズでしょ。うん、めっちゃ K-POP だよ。いい感じ。久しぶりだな、あやと歩いて喋るの。そうか、全然。だって前まではさ、結構原宿とか行ったりさ、いろいろあったけど、もう最近全くないやん。てかみんな大丈夫？楽しめてる？俺らの動画って。あの、ほんと今思うとずっと家。大丈夫？みんな可愛いな、めっちゃね、大好き。犬って素敵だよね。あやってね、特に犬とか愛する。本当に歩いてる犬とか本当に可愛くて、うん、触りたいんだけど、うん、触らせてくださいは言えないの。言えないんだ。ジキヤは言うよ。え、言うじゃん、うん、だからジキヤとか言ってくれると本当ありがたい。ああ、そうなんだ、うん、こういうデートが憧れってことでしょ。あ、そう。こうやってさ、うん、女の子とデートってなった時にさ、うん、歩きながらさ、どんな話を順平はチョイスするの？順平だったら、もし彼女ができた時の場合、できないけど。チョイス？話の？うん、だから、確定申告した？最悪だ。絶対キャバ嬢やん。どういう会話をするの？何気ない会話って。何気ない会話って何？で、あやとしてる会話みたいな感じ？いつも。あ、そうそうそう、最近曲何聴いてんのとか。おお、あ、それだったらできるよ。あ、そういうのをさ、うん、やってみなよ。練習として。あ、練習として、うん、何気ない会話ね、うん、え、なんか最近欲しいものとかあんの？なんか必要はないかな。あ、ないんだ、うん、じゃあ最近なんかお金使うなってっていうのはどこなの？やっぱ服が多いかな。あ、服ね、うん、え、服は最近は系統は意識したりしてる？系統は特には。あ、そうなんだ、うん、服が好きだよみたいな、うん、つまんな。お前のことよ。つまんな。お、面白くしていいの逆に。うん、まあ、それだったらいいよ。え、ね、やっぱ笑わせた方がいいの？うん、そう、楽しい方がいいじゃん。オッケー、テイクツーね。最近なんかアニメとか見たりする？アニメ見ないな。アニメ見ないんだ、うん、みんな見ない。で、みんな見ない。はい、美笑顔。え、ちょ、今引いてるだからね、見ない。で、キレ1。あ、キレ1ね。キレ1だから、今マイナス。ドラマとか見る？見ない。
あ、ドラマ見ないんだ、うん、え、じゃあ何見て、何してんの家で。何もしないんだよね。何もしないんだ、うん、薬だけ。ん、失敗ちょっとこういうところからしてんのね。違う、もうモテない。いや、だから難しいって、そんな自然と出るもんじゃん、笑顔とかってさ。笑顔狙ってずっと言ってたら嫌じゃない、デートでずっとボケてたら。俺すごい、いい後ろ姿みんなね、みんないい後ろ姿、カップルもおじいさんも全国民いい背中代々木公園来てる人で悪い人いないべ。代々木公園来てて悪い人は一人もいませんマジ一番俺が悪いかもマジむしろ学生時代とか含めたら一番俺が悪いかもさあ、笑ってる、これ笑ってる、あ、笑った、笑ってない。見て、人いっぱいじゃん。桜が結構近くなってきました。お花見してるよね。早すぎるお花見は。まあもう明日で3月ですからね。まあね、早いよ。これ綺麗に写ってるかな、2人。不安なんだけど不安じゃない、不安。これ写ってんのかな。見て、あ、落ち葉いい感じ。写真撮るか。撮りたい。俺も撮りたいな。うわ、俺もちょっと、じゃあサングラスも買ったのに。サングラス持ってきました、私。持ってくればよかったわ。帽子もまたこれだ、すごい。みんな笑顔、みんな写真撮ってる時笑顔で、幸せなんだから、うん、じゃあ一回どうですか。映えそういい感じ。じゃあやっていきましょうか、写真撮影写真撮影していきます。鼻息歌いながらやんない。鼻歌、もうずっと鼻歌ったってこれちょっとルンルンすぎるわ。はず、めっちゃはず今の。呂布カルマも持ってる気ぐらいかな。あ、いい感じですね。いい感じですね。あ、いただきました。でもまだありますけど。もう本当に本当長いの。まあね。まあ逆光だけど、まあよく言えばいい逆光。まあ不幸中の幸いみたいなめっちゃ笑ってくれてる。僕ね、肌は見える。うん、いやそんな後ろとかにしなくていいから。そう、あ、そう、頑張んなくていいから。いい、うん、それいい。あ、いいんじゃない。いい感じ。最後はこの靴がメイン。ちなみにまだあるんです。待って、あの子供超かわいい。やばい、超かわいい。わかるかな、あそこの小さい子供。かわいい。違う人も撮ってるもんだって。ファンになっちゃうよね。ファンになるよね。スタジオアリス的なやつじゃない。あー、スタジオアリス系か。かわいい、見て、あの後ろ姿、あのおちり。うわ、かわいい。やばい、ラウンジ以上撮ります。かわいいね。あ、そう、俺まだ仕事あったんだ。ここじゃなくてもいいかも。ん、ここじゃなくてもいいかも。めんどくさい。違う、ここでいいんじゃない。じゃあどこがいい。あ、もう桜じゃなくていいかも。あ、そういうこと。じゃあちょっと移動します。歩いてる後ろ姿とか撮って、このモフモフが。違う、その携帯で。じゃあもう どっちかわかんないから。じゃあやろ、写真、写真。うん、そうだよ。このモフモフの靴が入るようにね。はい、皆さんこんにちは。どれぐらいの後ろ姿。結構遠目でいいよ。遠目、うん、皆さんこんにちは、あやです。どう。いいよいいよ。あ、こんなカメラ持ってるよ、最悪だよ、はあ、こんなってお前俺が必死に見つけたカメラなんだから。いきまーす。パシャリ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 。横からかいいかもね。歩いて伏せます。うわ、砂嵐。あ、隠れてる、あや隠れてる、あや砂から。もういいんちゃう。 いい感じだと思うよ。いいじゃん、青空って感じ。クランクアップ。あ、仲間さん、クランプカップでよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、私はもう次の仕事が。え、何時今。15時です。15時だから、まあでもまだいけるか、あと15分。何すんの。あ、10秒も撮るんじゃないの。あ、え、桜、桜行きましょう。お前の需要のないインスタ。じゃあみんな求めてるの。でもじゃあ帽子がな、これ同じだわ、前回と。後ろにかぶったりすればいいじゃん。後ろはダメだ。幸せすぎて見れない。幸せすぎて見れない人たちいた。危ね、眩しすぎた。順平にはきついよね。ちょっ
っときつめね。あれはきついよね。シャボン玉ピアーノカシャカシャ。ちょっともうお前には必要だ。眩しすぎる。青春すぎる。じゃあ、あれ見た。死なねえ。死なねえもん。よし、じゃあ行きましょうか。写真撮影。これは3枚目ぐらいに載っける写真。1枚目はちゃんとおしゃれに撮るよ。なんか桜じゃない方がいいかもね、この色だと。そうだね。茶色いこうか。噴水とか。息をやるほどではないけど噴水良くない？だから女子ってさ、例えばじゃあ今日ピクニック行こうってなった時にさ、写真スポットも探しながら、いや、ね、TikTok 撮る程で遊ぼうとか。でもプライベートの友達だったらそんな考えないから。ああ、なるほどね、うん、ついでに撮ろうかなぐらい。はいはいはい。誰のインスタの写真とかを参考にしてるとかも全くない？自分でアレンジしてるの？ない、それはないかも。でカラスがめっちゃ水遊びしてる本当だ、本当だ。こんな光景初めて見た。ああ見るとカラスも可愛いからね。ほら見て、カラスがあそこで遊んでる。じゃあちょっと写真撮ってもらいましょうかね大丈夫か大丈夫かじゃねえ。だってさ、なんか20回ぐらいしてためっちゃいいよ。大丈夫ですか？やばいです、花粉？花粉が強すぎて、この空間が。これもさ、分かりやすく花粉感じてる感じで見たんだけど。あ、いいじゃん。待って、どれがいいと思う？そこまで選ばないといけないの。それ後ででよくね。いや、今いや、でもこの橋の上で全身。もう、まただよ。長い。やばいでしょ。くしゃみ止まらない。止まらない。助けて。止めたいのに。いいね。うん、いい。じゃあ俺も全身もらおうか。全身いったけど。あれ座ってたよ。座ってないバージョン。ちょっとあやのサングラスも一緒もらおうか。これちっちゃいから目だよ、純平の顔のデカさじゃん。なんかキモい。はい、ということで、あやと僕のインスタの撮影も終わり、無事あやも次の仕事へ行けそうですね。はい。これはどんな動画になってますか？心よく。起きなくね。起きなく、うん、アスネの打ち合わせに行けそうです。今日もアスネなんですか？はい。また新作が出たりなんだしちゃったりね。皆さんアスネも楽しみにしててください。あ、もうこの動画出てくること3月なんじゃないですか？3月だよ。3月もアスネでね、うん、いろいろ行われると思うので、うん、皆さん楽しみにしてください。あ、そうなんの、はい、そうですね。僕も何かあるんじゃないでしょうか。なんもないですねなんもないですね。打ち合わせっていうとこ見たことないんですけど、うん、打ち合わせでさ、何かいけないとか順平って一切なくない？ないよ、一切ない一切打ち合わせ一切ない不思議だよね。こんだけやってて打ち合わせ一切ないだからあれってさ、普通の桜じゃないよね、多分梅とかかな。 あれ桜じゃないよ。え、あれ桜じゃないの？桜じゃなくない？なんかだって桜が今は多分ニュースになるもん。確かに。この時期に桜咲いちゃったら。でも前のマンションにも白い桜咲いてる。なんか白いのって桜？本当にその白い時点で本当に桜？それは怪しいからね。ヒラヒラしてたもん。いや、ヒラヒラ、いや結構基本ヒラヒラしてんのよ花は。でもなんか俺改めて昼のこの公園の良さちょっと感じちゃってる。いいよね。てか今日は天気めっちゃいい。寒くも暑くもない。あ、ちょ自由に歩かない。桜写真撮りたいなと思ってそれ言って撮影中だから可愛くない？なんか何これ、お尻撮っていい？ダメ、あの虫取るって言わないでせめて撮るとかに。でも見て、どう見ても桜じゃない？でもこれほんと目しべが多くない？ちょっといや、こんなもんだよ桜って。これ写真撮って研究家に売ります。で、売れないっす。研究家なら来ますそんな、この写真買うぐらいだったら研究家ここ来ますもう鼻歌歌うな俺さ、やばいわ、ずっと鼻歌歌ってる。今日マジ上機嫌マジやべえ、ごめんなさい。マジ上機嫌いや、なんかね、あやが思ってる以上に俺今すっごい楽しかったの。そうなの。昼の公園とかめっちゃ好き。なんか純平ってさ、こう昼の公園とかでテンション上がんじゃん。うん、なんかほんとかわいそうな人生を送ったのかなって。なんでこういう撮影の時いつも。なんで？いや確かに楽しいしさ、うん、心地いいけどさ、うん、リラックスなの。うん、純平ってさ、昼の公園に来たっていうところにもさ、もうテンション上がってるし、夜の世界で生きてきた。かっこいいの。なんかお前のお兄ちゃん夜の世界で生きてるのかっこくね。かっこよくない。飲み会とかしかしたことないんだなっていう。うん、そうね。でも本当そうだわ。レペテンとかさ、5人で来たらどうなっちゃうの、うん、みんな。みんな枯れるんじゃない。
桜とか木とか枯れるんだね。レペゼンが代々木公園昼来たら。だから犬とか飼ってたら、うん、飼ったらまた変わるよ。あ、まあそうね。昼間とかにさ出かけたくなってさ、うん、けどその上で俺犬飼いたいなとは思ってないんだよね。なんで？やっぱ大変やん。そう、大変じゃないよ。子供より絶対大変じゃない。いや、それ当たり前だよ。当たり前だよ。だけどまあなんか頭いいし話通じるし、なんか一人の命を背負うってことになるわけやん。なんかいろいろ重いなっていう。でもそれはわかる。ちょっとすごい重いし、テディベアが いちゃうとそこに愛が勝てるかが、だからそこに愛はあるんか状態だよね今俺は。もう不安になっちゃう。いやだってほんとテディベア来てから人生変わったもんね。ってかアヤっていうか仲間チケから変わったのよ。人生変わった、うん、テディベアのおかげで。マジでそうだ、家族が一つになってね、枯れかけてた心もね潤ってだってテディベアがいなかったらこんな親とかでも会えないしさ。そうだよね。月一は絶対会うし、うん、てか親もテディベアのことももちろん愛してるけど、うん、まあやとかにも会いたくて、うん、テディベアを理由にあやんちに来るもんね、うん、それはいいよね、すごい。だからこんなに親に会ってる YouTuber なかなか俺らぐらいじゃん。いやそんなことないだ。いやだってみんな地方の人じゃん。あーそうだね。東京地元の YouTuber なんてあんまり聞いたことないんだけど。まああとモデルプレスさんだね。あとは俺が文句言いたいのだって普通に YouTuber ランキングでさ、あや12位でさ、仲間地区で22位って何？え、マジで、うん、14位ぐらいじゃなかった？うん、もっと下だった。うん、22位だった。なんで俺プラスされたらマイナスなの？そんなわけない。あやがすごい影響力あるの分かるよ、服とかもね。で、まずあやがいて12位で、俺いたら11位とかじゃん。仲間地兄弟仲間地あやで普通プラスやん、うん、なんでマイナスなの？俺が参加したチャンネルはマイナスプロモーションなんでそれがもう意味やからジュキアとかああいうの入ったことあんの？あ、前入ってたね。でもジュキアのファンがやっぱ強いやん、攻撃的リスナーだから、ジュキアがインスタとかでなんで俺これ乗ってねえんだよってつぶやくと次の月乗ったりする。すごい。けどジュキアが乗っけないとそのジュキアのファンとかもそのモデルプレスとかに投票しないから、うん、終わるかもう終わるよ、もう終わろうか。もう終わろうか。こんな感じですかね。こんな感じです今回もまあこんな感じで、はい、もう割とちょっと背中に汗もかいてるし動いた方だよね、うん、はい、はい、ということでですね、こんな感じで代々木公園でマック食べながら、平和な一日を過ごしてみました。はい、今回もたくさん喋ったので、たくさん聞いてくださいということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。Yeah. I'm not gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기 Her brain fried, my lady poppin' zany Out of lady poppin' molly, why she waiting on me? 여기 나의 area, 여기 my area. Okay. 전에